ペテロの書、第1、第4章、このように、キリストは、肉において苦しまれたのであるから、あなた方も、同じ覚悟で、心の武装をしなさい。肉において苦しんだ人は、それによって、罪から逃れたのである。それは、肉における残りの生涯を、もはや、人間の欲情によらず、神の御旨によって、過ごすためである。過ぎ去った時代には、あなた方は、異邦人の好みに任せて、公職、欲情、水酒、宴楽、暴飲、気ままな偶像礼拝などに、ふけってきたが、もう、それで十分であろう。今は、あなた方が、そうした、どう過ごした乱行に加わらないので、彼らは、驚き、怪しみ、かつ、罵っている。彼らは、やがて生ける者と、死ねる者とを裁く方に、申し開きをしなくてはならない。死人にさえ、福音が述べ伝えられたのは、彼らは、肉においては人間として、裁きを受けるが、霊においては、神に従って生きるようになるためである。万物の終わりが近づいている。だから、心を確かにし、身を慎んで、努めて祈りなさい。何よりも、まず、互いの愛を厚く保ちなさい。愛は、多くの罪を覆うものである。不平を言わずに、互いにもたなし合いなさい。あなた方は、それぞれ賜物をいただいているのだから、神の、様々な恵みの良き管理人として、それをお互いのために、役立てるべきである。語る者は、神の御言葉を語る者に、ふさわしく語り、奉仕する者は、神から賜る力による者にふさわしく、奉仕すべきである。それは、すべてのことにおいて、イエス・キリストによって、神が崇められるためである。栄光と力とがよよ、限りなく、彼にあるように、アーメン。愛する者たちよ。あなた方を試みるために、降りかかってくる、火のような試練を、何か思いがけないことが、起こったかのように、驚き怪しむことなく、むしろ、キリストの苦しみに預かれば、預かるほど、喜ぶがよい。それは、キリストの栄光が現れる際に、喜びに、溢れるためである。キリストの名のために、そしられるなら、あなた方は幸いである。その時には、栄光の霊、神の霊が、あなた方に宿るからである。あなた方のうち、誰も、人殺し、盗人、悪を、行う者、あるいは、他人に干渉する者として、苦しみに遭うことのないようにしなさい。しかし、クリスチャンとして、苦しみを受けるのであれば、恥じることはない。かえって、この名によって、神を崇めなさい。裁きが、神の家から始められる時が来た。それが、私たちから、まず始められるとしたら、神の福音に従わない、人々の行く末は、どんなであろうか。また、義人でさえ、かろうじて、救われるのだとすれば、不信なる者や、罪人は、どうなるであろうか。だから、神の御旨に従って、苦しみを受ける人々は、善を行い、そして、真実であられる創造者に、自分の魂を委ねるがよい。